リトルフィートはアメリカ合衆国出身のロックバンド。ニューオーリンズ R&B、ブルース、カントリー、ジャズなどアメリカンルーツミュージックの影響を色濃く押し出しているサウンドが特徴。解散、再結成を経て1969年結成以来50年以上経った現在も活動している。ローェル・ジョージ1969年。 フランクザッパのマザーズ・オブ・インベンションのメンバーだったローエル・ジョージ、ロイ・エストラーダを中心にロサンゼルスで結成。2枚のアルバムを発表したが、商業的成功には結びつかず、キャプテン・ビーフ・ハートのサポートに専念するためにエストラーダが脱退し、解散寸前の危機的状況に陥る。エストラーダの後任としてケニー・グラッドニーが加入し、新たにポール・バレア、 サム・クレートンをメンバーに迎え、ようやく持ち直す。新たなラインナップで、1973年にアルバム、ディキシー・チキンを発表。タイトル曲に見られるように、ニューオーリンズ、南部色を感じさせる音楽性は、過去2作から一歩踏み出した感のあるものであった。続く、1974年の、アメージング。では、ポール・バレアの歌うスキニー・トバックなど、 よりファンキーな路線を推し進めており、バンドはこのアルバムで初めてビルボード200入りを果たした。1975年のグループショット1975年のザラストレコードアルバム1977年のタイムラブズ A ヒーローではジャズ、フュージョン的な色彩も織り込んだ。これらのアルバムではポール・バレア、ビル、ペインの役割が大きくなる一方でロウエル・ジョージは 他のメンバーと音楽性の相違が大きくなり、また麻薬中毒で体調を崩しつつあったことから、その存在感が薄れていった。1978年には、ローウェル・ジョージ在籍時唯一の来日公演を行っている。バンドの方向性に違和感を覚えたジョージは、1979年、ソロアルバム、サンクス・アイル・イート・イット・ヒアをリリースし、リトル・フィー・イットの解散を宣言した。 しかし、その直後心臓発作で死亡。残されたメンバーは、ジョージが取りためていた未完成のレコーディングに、追加のレコーディングを行い、アルバム、ダウン・オン・ザ・ファームとしてリリースした。そして、リトル・フィー・トの活動に終止符を打ったのだった。1987年、残ったメンバー5人を中心にバンドを再結成する。ローエル・ジョージの後任には、クレイグ・フラーが入り、 過去のリトルフィー・トのセッションでもプレイしていたフレッド、タケットも正式メンバーとなった。このメンバーで3枚のアルバムを発表するものの、1993年にフラーがツアーを嫌って脱退する。フラーの後任として女性ボーカリストのショーン・マーフィーが加入。従来のイメージを一新した彼女の加入により、バンドのサウンドは新たな局面を迎えた2000年頃以降は、 スタジオ作の制作ペースは落ちているが、その分、ライブアルバムを多くリリースし、ライブバンドとしての存在感を示している。2002年には、バンドのオリジナルレーベル、ホットトマトレコードを設立している。2008年、スタジオアルバムとしては5年ぶりとなる、ジョイン・ザ・バンドをリリース。ジミー・バフェット、ボブ・シーガー、エミル・ハリス、サニー・ランドレスといったゲストを迎え、 収録曲の約半数はリトルフィートナンバーのリメイクで占められている。2009年1月、ショーン・マーフィーが脱退。バンドはメンバーの補充はせず活動を続行した。同年8月には創設メンバーの一人、リッチー・ヘイワードが肝臓癌の治療のため演奏活動を一時休止。バンドはヘイワードが復帰するまでの代理メンバーとして、 ゲーブ・フォードを加えての活動続行を宣言した。2010年8月12日、リッチー・ヘイワード死去。64歳。これにより、ゲーブ・フォードが正式に公認のドラマーとなった。2019年10月、長年ボーカルギターを担当したポール・バレアが死去。1972年の2作目、セイリン・シューズ以降、彼らのオリジナルアルバムのジャケットは、 ネオンパークのイラストで飾られ、その個性的なアートワークは、音楽以外の側面から、リトルフィー・イットのイメージ形成に寄与した。1993年にネオンパークが亡くなった後、初のアルバムとなった1995年の、エインとハットイナフファンのライナーには、リトルフィー・イットがレコードを出す限り、そのアルバムカバーは、ネオンパークのイラストで飾られるだろうと記されている。 しかしながら、2003年のダウンアポンザスワンネイリバー以降、ネオンパークのものではないイラストが使われるようになった。2020年10月時点。ありがとうございます。